どうもクロスロードラボです。今日はですね、先日行われた東京ウイスキー&スピリッツコンペティションの中から、ベストオブザベストのランキングを発表したいと思います。はい。で、この東京ウイスキー&スピリッツコンペティションというのは何かというと、日本初のウイスキーとスピリッツのコンペティション、品評会ですね。よくコンペなんてね言われますけど、それですね。結構世界中ではたくさんこうウイスキーとか、スピリッツのねコンペティションが開かれてるんですけど、日本では今までなかったですよ。そして今年が第2回になります。はい、去年が第1回で今年が、2回目ですね。で、この東京ウイスキー&スピリッツコンペティション、略して、TWSC はですね、今年洋酒部門が、国内外から427点、まあ洋酒って言っても日本で作ってるウイスキーも洋酒です。はい。で、そのうちシングルモルトが128本、出品されたんですって。でですね、この128本の出品の中から国や地域を超えて、ナンバーワンのシングルモルトを決める賞が、先ほど言ったベストオブザベストなんですね。はい。なのでランキング形式になってます。はい。で、今日は1位から10位までを発表したいんですけど、今回はですね、やっぱりちょっとコロナウイルスのせいで全てリモート審査になったそうです。そしてですね、もちろん、審査というからにはブラインドテストなんですね。中身に何が入っているかわからない、ミニボトルを飲んで、審査するという形になってます。で、100点満点で採点して集計ということで、まあ、リモートはリモートでね、すごい大変だったらしくてね、2000本のミニボトルを審査員の方々に発送するっていう作業があったみたいです。4月ぐらいから始めてどんどん順次発送していったらしいんですけど、まあ大変だったみたいですね。ちなみにですね、このランキングとか、あとはどういうものがね賞を取ったっていうのは、全てあの東京ウイスキー&スピリッツコンペティションのオフィシャルサイトにね出てます。 PDF になってるので、他にも興味ある方はぜひそちらをご覧ください。それでは早速いってみましょう。第10位。第10位はグレンフィニック18年スモールバッチリザーブになります。はい。ちょっとねランキングに入ってるのが意外でしたけど、うちの店でもとても人気があります。18年以上熟成させたスパニッシュオロロソシェリーダル原酒と、アメリカンオークダル原酒をバッティング、そして、3ヶ月以上を高熟させたものですね。はい。だから、まあ、定番の12年とはかなりね味わいが違います。はい。12年を芳醇にさせたり濃厚にさせたものが18年になるというわけじゃないので、そこはちょっと気をつけてください。使ってる樽自体が違うのでね。だからうちのお客さんでも18年飲んでみて、俺は12年の方が好きだなって言ったお客さんも結構います。はい。価格はね7674円で、今 Amazon に出てましたけど、1万ぐらいで売ってるとこもあるので、 Amazon で7600円の送料無料のものを買うのがお得かなと思います。ちなみにですね、このグレンフィディック18年は、サブチャンネルで紹介してますので、概要欄にリンク貼ってきますので、そちらの方も合わせて、ご覧ください。はい。続いて第9位。第9位はグレンフィディック21年、16,198円。はい、かなり値段が上がりますけど、これはですね、アメリカンオークダルで21年間熟成、その後ですね、カリビアンラムの樽で4ヶ月間高熟されたものです。はい、ラムカスクフィニッシュってやつですね、よくね。去年出たねアードベックデーの限定ボトルのアードベックドラム、あれもラムカスクが使われてたりとか、あとカバランね、カバランの蒸留所限定のものがラムカスクだったりとか、結構ねラムカスクって最近人気ありますね。評価が高いですけど、まさかのこの10位と9位でグレンフィディックが2つ入ってるっていうのがちょっとびっくりしましたけどね。ブラインドテストの結果なので、こういうランキングがちょっと面白いですね。はい。続いて、第8位。第8位は、カバランソリストフィノシェリー。はい、カバランです。今ちょっと前に言ったばかりですけど、はい、このフィノっていうのはですね、シェリーの種類ですね。厳選された最高級のフィノシェリー樽を使用ということで、このフィノっていうのは一般的には結構辛口なタイプですね。値段はねかなり高いです。3万1800円ぐらい。はい、これはアマゾン価格ですね。で、続いて
第7位、第7位はトマーティンの30年になります。30年ですからね、いきなりボンとこう超長熟のものが入ってきましたけど、これはですねファーストフィルのバーボンダル熟成原酒を 75%、リフィルダル熟成原酒を 25% ということで、まあ結構スタンダードな樽構成になってますけど、30年以上熟成された原酒なのでね、味わいもすごい深いんだと思います。はい、これもね、結構普通に買えるものですが7万1500円しますので、ちょっとね、勇気がいる値段になってます。バーで飲んでもこれは結構高いですね。はい、次です。第6位、第6位はエッセンスオブサントリーウイスキー山崎蒸留所、モンティージャワインカスクになります。このエッセンスオブサントリーっていうシリーズがあるんですが、これねまあなかなかねこっそり出るというかね、あんまり宣伝されないままいつも出るんですけど、これはですね第2弾で、2019年、去年ですね、去年の2月26日に発売した、ものになります。はい、3本この時は発売したんですけど、僕は見事ね買い逃しました。これも動画になってます。はい、紹介した動画になってるのでそちらもご覧ください。概要欄に貼ってきます。このエッセンスシリーズっていうのは何かというと、伝統の技を継承しながら新たな創造の可能性に挑み続けている、シリーズですね。エッセンスっていうのは本質ですね。はい、それを追求するウイスキー作りへの思いから作り出されたシリーズということで、結構実験的な内容になってますねこのシリーズはね。だからまあ一般ラインナップではなく限定ものとなっています。でこの6位の、モンティージャワインカスクというのはまあそのままなんですけど、スペイン南部のモンティージャモリレス地区の酒精強化ワインの、熟成に使用されたスパニッシュオークダルで熟成したウイスキーで、ペドロ・ヒメネスを彷彿とさせる濃厚な甘さ、そして最後に残る複雑な余韻があるとのことで、僕はね買い逃したのでねまだ飲んでないんですよね。熟成年数は9年、そして、アルコール度数は 55% で 500ml ですね。だいたい8000円ぐらいで売られてたものだと思ったんですが、今はまあかなりプレミアがついた値段になっています。はい、このエッセンスシリーズはね、今は第4弾まで、この間4月に第4弾が発売したんですけど、第3弾と第4弾はね、運よく買うことができたんですけど、第1弾と第2弾はね買い逃してしまいました。はい、時すでに遅しというかね、知った時には。次です。第5位、第5位は駒ヶ岳1991年28年、シングルカスクナンバー160とのことで、アメリカンホワイトオークダルで28年以上熟成された原酒を使用していて、長い年月の熟成を経て生まれた濃密で複雑味のある1本、限定352本とのことなのでね、これはね多分一番手に入りづらいんじゃないかなと思います。はい、今回のランキングの中でね、まあ日本国内でどれぐらいこうバーとかでね飲めるのかすらちょっと謎ですが、どうでしょうか、飲めてもかなりお高いんじゃないかなと思います。はい、続いて第4位、エッセンスオブサントリーウイスキー山崎蒸留所リフィルシェリーカスクです。でこのリフィルシェリーカスクっていうのは、その名の通りですね、一度ウイスキーを熟成させるのに使用したシェリーカスク、シェリーダルをもう1回使ったということで、まあ、2回以降はよく、リフィルって呼ばれたりとかね、2回目のことはまあセカンドフィルって呼ばれたりしますけど、3回目以降のことをまあ大体リフィルっていうことが結構多いかなと思います。濃厚な香りや味わいが特徴のファーストフィルと比較し、滑らかですっきりとした味わいとのことですね。はい、こちらは、熟成年数は10年、度数が53度、樽はスパニッシュオークダルとのことですね。はい、スパニッシュオークっていうのは結構個性が出やすいんですけど、シェリーダルについては、シェリーウイスキーとかシェリーダルについては別の動画で紹介してますので、下の概要欄から、そちらもご覧ください。そしてこのリフィルシェリーカスクのエッセンスもですね、去年出た第2弾のシリーズのものになります。続いて第3位、第3位は、カバランソリストオロロソシェリーです。はい、カバランすごいですね。2つ目、16,879円です。はい、結構高いですけど、このソリストシリーズって何かというとですね、先ほど紹介してないですよね、
さっきのあのフィノシェリーもそうなんですが、このソリストってついてるのはですね、まずシングルカスク、そしてカスクストレングスになってます。まあ、カバラン全部あのノンカラー、無着色で、ノンチルフィルタードなんで、それはちょっと省略してカスクストレングスとシングルカスクっていうところが特徴なんですけど、まあこだわりの一本っていう感じです。はい、シングルカスクなのでいろんなこう原酒をねバッティングさせたものが基本的にはシングルモルトっていう場合が圧倒的に多いんですけど、その中でも一つの樽をそのまま瓶詰めしましたっていうのがシングルカスクです。はい、まあ一つの樽によって結構味わいがねばらつきがもちろんあるので、バッチによっては結構味わいが変わるんですよね。例えばここにね、カバラのバーボンカスクがありますけど、これとここにバーボンのねミニボトルありますね。これとこれは、バッチナンバーが違うので味わいがちょっと違ったりとかねします。こっちもこっちも別の樽ってことですね、要はね。はい、なのでですね、いろいろ試してみると結構面白いんですよね。もちろんアルコール度数も違うんですよ、樽が違うってことはね。はい、でこれはですねスペイン産のオロロソシェリー樽で熟成させた1本、はい、とのことです。これはですね、サブチャンネルで紹介しています、このオロロソシェリーね、この醤油並みに黒い、はい、もちろんね、樽によってこの色のつき方も変わってくるので、結構バッチによって色の濃さも全然違います。はい、で味わいも変わるので、ネットとかでね買うときとか、まあ、店頭で買うときもそうですが、こうやって色見て決めてもいいと思いますね。はい、ちなみにラベルにはちゃんとカスクナンバーが書いてありますので、まあ、あんまりそういうことないと思いますけど、カスクナンバーが一緒のものは同じ樽からボトリングされたものということになります。まあ、1本の樽から、これの場合は466本ボトリングされていて、これは14本目ということになります。はい、書いてますこれもね。続いて第2位になります。第2位はカバランソリストバーボンカスクになります。はい、カバラン強いですねこれね。はい、先ほどのバーボンカスク、こちらはそのまんま、アメリカンウイスキー、バーボンの熟成に使用された樽を使って熟成されたウイスキーになります。はい、そしてソリストなのでシングルカスク、カスクストレングスで、カバランなのでノンチルフィルタード無着色になります。もちろんですねバーボンを熟成されたものなのでアメリカ産のホワイトオークが使用されています。このオロロソシェリーとですねバーボンっていうのは、まあ、カバランの、まあ、一番最初に飲む方が多いんじゃないかなっていうぐらい超ド定番の2本になります。でちょっとねソリストは通好みかなと思う部分もあるので、一切加水がされていないので度数も高いので、こういう加水されたタイプもあります。はい、これはシェリーオーク、これが加水されたタイプっていうイメージですね。はい、これがそのまま加水されたタイプではないんですけど、はい、これはオロロソシェリー樽で熟成されたものなので、まあこのタイプですよね完全に。でアルコール度数は 46%、 こっちは結構飲みやすいかなと思います。はい、であとは先ほど出たミニボトルですね。ミニボトルはね、まあ、バーで飲むよりは安いです。自分で買ってボトル買って飲むのが一番安いんですが、1本分の値段ったら結構高いじゃないですか。でもバーに行ってもそこそこの値段取られるなっていう、この中間がミニボトルかなと思いますね。まあ、50ミリ入ってるんで、だいたいバーで出てくる1杯半ぐらいの量が飲めます。はい、だからこの定番系はとりあえずこのミニボトルで飲んでみるっていうのもありですね。ちなみにこの2本はね両方ともカスクストレングスなので度数が強いですけど、こっちの加水タイプのミニボトルもちゃんとありますので、そちらを検討してみるのもいいんじゃないかなと思いますね。はい、ちゃんとケースについてるのでね、意外と集め買いがあるというかね。はい、続いて最後です。第1位、第1位は、カバランソリストビーニョバリック 19,599円ということで、これですねビーニョバリック、これ美味しいんですよね。ビーニョバリックっていうのはですね、ワイン樽で熟成された1本で、樽の内側を焼くことをチャーリングっていうんですが、このチャーリングを、施された樽を使用しています。
香りはフルーティーな印象にキャラメルのような香りが加わりますとのことなんですけど、これもですね、僕飲んだ動画がメインチャンネルにアップされています。これもさっきのね、これとかもね、全部カバランの動画でアップしているので、概要欄の方を見てみてください。実際にカバランのね、蒸留所に行った動画もありますので、そちらも合わせてご覧ください。いや、どうでしたか？結構カバランがすごいなと思いませんでしたか？もちろんね、世の中たくさんのシングルモルトがありますから、その中から10本というわけではないんですが、今回出品された128本の中から、ベスト10が今回発表したものになります。カバランがね、こんなに入ってるっていうのは正直ね、カバランの質の高さっていうところが如実に表れてるんじゃないかなと思います。はい、そしてね、エッセンスオブサントリーが2本入ってるのもびっくりしました。結構こういうランキングってね、世界のウイスキーコンペのランキングとかって普段ね、手に入らない限定ボトルだったりとか、あとはかなり超熟のもの、高額なものが入ってることが多いんですよ。なので、まあ、ランキング見てもあんまり参考にならなかったりとか、一般の人はね、参考にならないとか買えないよってなっちゃうんですけど、今回のランキングは比較的、飲めるものが多いんじゃないかなと思いました。そしてグレンフィディック18年21年あたりは、流通量も多いので、何かの機会に飲めるっていうことは、結構あるんじゃないかなと思います。18年21年なんて、別に市場からなくなるってことが今のところないのでね。そしてカバランシリーズも別に限定ではないのでね、どれもいつでも手に入りますし飲めます。そしてミニボトルもあるので、そちらの方もかなりいいんじゃないかなと思います。ビーニョバリックのね、ミニボトルは見覚えがないというか、見たことはないんですよね。そしてね、ビーニョバリックはね、箱が豪華です。あ、ちなみにね、ソリストシリーズ全部この箱なんですけど、基本的にはね、さらにね、1段階上のソリストシリーズ、ペドロ・ヒメネスのやつだったりとか、あとはマンサニーニャとかね、結構マニアックなシェリーシリーズがあるんですけど、そちらはね、木箱です。はい、で、日本で一般流通しているソリストシリーズは大体こっちですね。はい、大体まあ2万円から、まあ2万円ぐらいで買えるかなっていう、2万円以内、ちょっと超えるものもありますけどね、フィノミタク。これね、ちゃんと鍵付きでレザーなんですよ。レザーで中はおっと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 、こういう風になってます。はい、すごいでしょこれ。だからまあね、もしね、ご購入される方とかがいらっしゃいましたら、思わずもうこうやって飾っといてもいいぐらいです。落ちませんから、こうやってもこうやってね。まあ、ちなみに結構この加水されたタイプ、こっちも箱豪華なんですけど、かなりね、箱いらないから少し安くしてくれればいいのになと、カバラに関してはいつも思います。はい、木箱とかすごい豪華ですからね。その代わりね、そのシリーズはだいたい4万円ぐらいはしますね。はい、ん、5万円ぐらいするのかな、現地では4万円ぐらいでした。はい、確かね。ちょっとカバラの動画見てみてください。まあ、知っての通り、海外の方と、この日本人っていうのは味覚がね、結構違うと思いますので、普段食べてるものも違いますからね。こういう日本の方々が審査したランキングっていうのはかなり参考になるんじゃないかなと思います。ちなみにこう今回あと入ってる中ではですね、エッセンスオブシリーズね、この2本入ってますけど、これも去年出たものでね、まだね、バーとかには結構あります。なんか結構まとめて買っちゃった人とかもいると思うので、バーとかでね、未だに残ってるとこはあるんじゃないでしょうか。うちもね、第3弾と第4弾はめちゃめちゃ残ってます。まあ第4弾はこの間出たばっかりですからね。第3弾はね、去年の10月かなに発売してます。去年は2回出てるんですよね。はい、今年ももしかしたら、10月ぐらいにもう1回エッセンスシリーズが出るかもしれませんね。まあちょっといいウイスキー飲んでみたいなとか、買いたいなとかね、そういう方にはかなり参考になったんじゃないかと思います。平均的には結構高いウイスキーばっかりですが、さっきみたいなこういうミニボトルが出てたりもするので、不可能な、ね、値段ではないと思います。はい、ちょっと頑張れば、買えたり飲めたりするんじゃないかなと思いますね。ちょっとトマーチン30年とかね、駒ヶ岳の1991とか、それぐらいかな、ちょっときついなっていうのは。そうですね、それぐらいですね。あとはちょっと頑張れば皆さん、飲めたり買えたりすると思いますので、
ぜひぜひ参考にしてみてください。あとは結構今日、紹介したものを僕のチャンネルでも紹介してたり飲んでたりするので、概要欄の方にまとめて貼っておきますので、そちらを参考にしてみてください。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。